掃除の道具として昔から家庭で重宝されてきたほうき。さっさという軽やかな音をさせながら狭い場所のほこりも吐き出すほうきは、掃除機が普及した今も日本人の大切な生活用具です。東京江戸川区の新井克美さん。畳部屋などで使う江戸伝統の座敷ぼうきを60年以上作り続けています。ほうきの原料はイネ科の一年草ほうきもろこし。戦前、関東地方などで多くの農家が現金収入を得る副作物として栽培していましたが、現在はほとんど作られていません。新井さんは茨城県の農家に特別に注文し取り寄せています。ほうきもろこしに求められるのは穂のしなやかさとコシの強さ。新井さんは上質の方をより分けると茎と一緒に素早く束にまとめます。これいいの、俺らみんな一緒に入ってくるから。でうちでほら選別しなくちゃいけないからね。選別するのが一番手間かかるんですよ。悪いのはほらこうやって中入れるから曲がってるでしょ。ここが曲がってるんじゃない、こんなに。これはほら表には使えないから。だからこの塩梅がね、なかなかね難しいんですよ。この次は柄の部分。程よい長さに切った竹をこの中に差し込み、同じく竹で作った釘を打ち、穂と柄をつなげます。さらに穂を黒い糸で編み、毛先がばらつくのを防げばほぼ出来上がり。緑や赤の糸で飾り、華やかさを演出します。新井さんは終戦直後、20歳の時に父親の元で修行を始めました。しかし父親はわずか1年後に他界。以来独自に技術を磨き、ほうき作りを続けました。まだ掃除機が高級品だった昭和30年代、都市部の人口の増加も手伝い、ほうきは飛ぶように売れたといいます。時代は変わって平成の世、掃除機が当たり前の時代ですが、環境志向の高まりもあり、電気を使わず畳に優しいほうきを求める人が再び増えてきているといいます。ほうき手っ取り早いしよ、掃除機と違ってさ。畳に優しいし、音はね、畳に入る音ぐらいでしょ、さあさって。掃除機だとほら重たいの、音がうるさいので、掃除機で取れないような部屋の隅々なんか、ほうきの方がね、取れますからね。新井さんはほうきが日本文化の一つとして今後も残っていくと考えています。まあなくなることはないだろうけどもね、まあ日本家屋がある限りはね、まあ団地は結局当てにならないけども、一戸建てのうちだからね。それこそ陶磁器と共同共栄ですよね。